Hi guys! What's up? 竹原です。こんばんは。今日2回目の動画の配信ですね。ナンバー11、ナンバー11、アンダーバー2、パート2っていうことでやっていきたいと思います。今日は褒め言葉ですね。まあ日本人どっちかっていうと褒めるのが苦手っていうふうに言われてますけど、アメリカっていうのは本当に褒める文化っていうのがもう定着してまして、すぐ、まあ、挨拶代わりに褒めるということで、まあ、いい服だね、いい靴だねとか、いろんなものをこう褒めるらしいんですよ。その時に、まあ、いろいろこうシチュエーション、フレーズがある中で、さすが何々だねっていう、表現の仕方っていうのを今日は紹介していきたいと思います。で、いくつかそのシチュエーションっていうかニュアンスによって違ってくるんですけども、それぞれ順を追って紹介していきたいと思います。まず、一つ目がですね、I knew you could do it. I knew you could do it. まあこれ、knew っていうのは know の過去形で、知っていた。私は知っていた。You could っていうのは can の過去形ですね。する。それを。あなたが、それをすることができたことを知っていた。まあ、過去形ですけど、要は、私はあなたがそれができると思ってた。信じてた。っていう意味合いのことを含めて、さすがっていうときに、I knew you could do it. 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 で、これどっちかっていうと、友達とか、まあ、家族っていうふうな感じの親しい間柄の、相手がそういうときに言う言葉らしいですね。で、二つ目が、That's 何々 for you.まあ、例えばこれ、まあ、ここに入るのは、誰かの名前。例えば、for you っていうのも誰かに喋ってますから、やってて当たり前っていうか、もう何回もそれをやってて、すごいことでさすがなんだけど、まあもうそんなにめちゃくちゃ驚きもしない。知ってるよって。まあ野球で言ったりすると、まあヒットよく打つ人が、また今回もヒット打った。さすが。だけど、めちゃくちゃすごいことでもないよっていうところですね。これはまあ人の、そういう時はその人の対象の人のことを言う時は、ここに名前が入ります。で、そうですね、例えば、なんだろうな、まあ、富士山、どこまでか分かりませんけど、富士山山頂、まあ、富士山山頂じゃない、富士山を見たときに、すごく綺麗ですよね。雪、まあ、綺麗な形をして、上の方に雪が積もってて、なだらかなこう斜面でっていうところで、すごく綺麗だから、で、もう毎日っていうんですかね、同じ姿がないっていうぐらい、すごく綺麗な、もう日本を象徴する山の一つではありますけど、さすが富士山。でもそれを分かってることじゃないですか。富士山って言ったらもう日本人誰でも知ってるし、富士山がすごくその、観光地というか、綺麗な山っていうのも知ってるんで、で、そういう場合には、さすが富士山、まあ、富士山を見て、ああ、綺麗だなっていう時に、さすが富士山っていう意味合いのことを言うこともできるらしいんですよ。誰かのことを、こう、さすがっていうのともそうだし、まあ、地名が入ったり、名詞が入ったりします。富士山の場合だったら、That's Mount Fuji, That's Mount Fuji for you.で、その後に、まあ、どんなことが当たり前なのか、さすがなのか。Such a beautiful, beautiful view. すごく景色が綺麗だ。Such a beautiful view. まあ、もう今思いついたことを言ってるんで、文法的に正しいかどうかはわかりませんけど、まあ、基本的には、
そういうものっていうのは、まあ、先生も言ってましたけど、文法がメインじゃないんだと。まあ、楽しんでコミュニケーションを取る。もちろん絶対的な言い方の違いはあるけど、なんとなくニュアンスが通る。自分が言いたいことを伝える。相手が言わんとしていることを、読み取る、聞き取るっていうことがまず一番最初に大事なことなん で、その後ステップアップして、その表現の、豊富な表現の仕方とか、このケースだとこういうふうな言い方をした方が、しっくりくるんじゃないかっていうのがあると思います。 That Mount Fuji for you such a beautiful view、 いい、素晴らしい景色だということですね。で、これはまあそのまあ、そういう間柄というか、まあ、例えば、まあ、テレビ観戦、スポーツなんかのテレビ観戦してる時なんかは、サッカーでもそうです。さすが誰々選手、よく点を取るっていう意味合いのことでも言えますしっていうところですね。で、あと3番目、 I wouldn't accept anythingless from you。 これちょっと意味がわからないんですけど、まあ意味っていうかフレーズのニュアンスとしてはですね、同じさすがっていうことなんですけど、例えば会社なんかで上司がいて優秀な部下がいた時に、まあ本当に仕事も早いし、お客さんとのコミュニケーションもしっかりやって、円滑にやって、まあそういう部下が新しい大きな契約を取ってきたという時に、I wouldn't accept anything less from you。 おそらくですね、これ多分調べないと分かりませんけど、 I wouldn't will の過去形、 will の not ですから、まあ、will はするしない、しなかった accept anything、何もレスっておそらくロスかなと、まあなくすとかなくした、エクセプト、何も心配しなかったという意味かな、 from you。 ちょっと調べてみますね。心配なんで、まあ一応ね、基本的にはアウトプットですけど、エクセプト、エクセプトは期待するって意味らしいですね。エニシングレス、意味で言うと、expect 期待する、anything 何もです、少ない、何もない、少ない、期待しない、期待しないこともない、まあ要は何も心配しなかったよって、やると思ってたよっていう意味合いのことでしょうね。で、これ多分ちょっと意味を入れ替えて、wouldn't、 I wouldn't じゃなくて I would でもいけるらしいですね。まあそこが accept anything less が入るのかな、入るのか分かりませんけど、まあこれがいわゆる表現の違い、同じ意味なんだけど伝え方の違いということで、否定形ではなくて肯定形の would、 I would accept にもなるみたいですね。まあフレーズとして覚えてくる。I wouldn't accept anything less from you。I wouldn't accept anything less from you。I wouldn't accept anything less from you。というところですね。で、これも上司が、まあ目上の人が、目下の人、上司が部下に対してっていう、やると思ってたよ、さすがだね。まあ全然心配してなかったけどねっていうところですね。
で4と5っていうのは非常に似てるんですけども、まあこれもあの、まあ、まあ仲間内というか親しい間柄で言うことなんですけど、 That's impressive. That's impressive. That's awesome. 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 で、impressive も awesome も同じ意味合いらしいんです。すごい、尊敬の意味を含めたすごいっていう、すごいって言ったら他にも例えばニュアンスで言うとAmazing もすごいし、Fantastic とか、Great っていうのもすごいっていう意味ですね。まあだからちょっとした同じ意味合いなんだけど、ここは Great って言った方がしっくりくるなって、ここは Fantastic、ここはアメージングって言ったの。アメージングってなんか どっちかというとアメージングっていうのは幻想的な、創造的なって意味ですね。で、なんかグレートって言ったら本当に偉大な何かを成したとかすごいっていう意味ですよね。で、ファンタスティックっていうのは、まあ、なんだろう、楽しいとか、ワクワクするとかっていう意味合いのすごい。同じすごいでも、その伝え方、伝える対象、物事によってすごく表現の幅が広がるのかなって、そういう意味で、まあ、これも Awesome、 That's awesome、 That's awesome よりかは That's impressive の方が、よりすごいと、さすがすごいっていう尊敬の意味を込めた、言い方ですね。さすがっていうと。で、まあ使うとすれば、よく使うとすれば、まあ、その、まあ、おそらくこの1番とか、4番、5番でしょうね。まあ、この上司部下っていう関係っていうと、やっぱり、ビジネスでそういう間柄にならないと、話す、そういう機会はないと思いますし、自分が部下の立場でも上司からそういうふうに言われる、まあそういう英語を使う環境にならないと、まあなかなか仕事で英語を使う環境にならないとなかなかこれは聞かないけど、まあ一つのさすがっていう、 I wouldn't accept anything less from you、 I wouldn't accept anything less from you っていうのを覚えておけば、Thank you とかね、すぐパッと褒めてるんだな、ありがとうございますっていう言えるのかなと思います。まあ1番とか4番5番がよく使うんじゃないですかね。 That's 何々 for you っていうのも、まあこれは本当に第三者のことを仲間内っていうか友達同士でね、いうことですね。まあや例えば あいつ東大に受かったらしいよ、さすがだね、あいつ勉強してたもんねっていう意味合いのことを、共通の友達のことを友達同士で喋る機会っていうのもあるだろうし、まあ3番以外は使う機会があるかもしれませんね。まあ、うん、まあ1番、そのまあ1番とかやっぱり1番3、4番ですね。4、5、2番、1番で3番が一番使わない感じですかね、頻度的には、うん、というところかと思います。 I knew you could do it. I knew you could do it. That's Mount Fuji for you. Such a beautiful place. I wouldn't accept anything less from youI wouldn't expect anything less from you. That's impressive. That's awesome. Oh, that's expensive. Expensive じゃなかった。That's impressive だ。That's impressive. Oh, that's impressive. っていう感じで、言うような感じですかね。もう本当にこれ短いやつなんで、まあ、ワンフレーズ、まあ、どれか一つでもいいと思いますよね。まあ4番5番か1番か一つ覚えとってたら、まあちょっとこう知り合いっていうか、まあ褒め言
葉なんで相手を傷つけるとか、なんだこれって思われることはないと思うんで、やっていければなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。 See you next time!